皆さん、こんにちは。スマイリングパークオンデマンド認知症ケア講座、チーフインストラクターの田代です。今日はよろしくお願いします。今日は認知症ケア基礎講座2023の1番を話したいと思います。これはですね、2023年2月22日に私が勤務する神和会記念病院での院内研修会で使ったスライドを4つに分割し、チャプターの82から85に再編成したものです。今ここに軽度、中等度アルツハイマー型認知症とありますが、本題に入ります前にこれについてちょっとお話ししたいと思います。これは私が作りました AD 進行の大まかな目安です。で、この中に病気ステージですね、軽度、中等度、高度と書いています。これをちょっと定義付けしたいと思います。認知症には軽いもの、重いもの、そして真ん中があるということです。で、これを私、軽度、中等度、高度としました。では、この高度を重度とかですね、こういう言い方もします。なぜ高度にしたのかというお話なんですけども、これは単純にですね、あなたのお父さんは重度の AD ですよと言われるよりは、まだ高度の方が響きがいいんではないかという、響きの問題です。で、こちら、軽度。多くのテキストはですね、初期 AD とかいう言い方をしているかと思います。これは私は軽度を使うべきであると考えています。これは認知症のステージと自立度、ステージが長くなるに従って自立度は落ちていくと。で、これが自然な経過であれば、適切なケア支援なかったら早めに落ちていくということです。ただ、現段階では適切なケア支援があったとしても、なくても発症から死ぬまでの期間は一緒とされています。で、現在の認知症医療ケアの目標はですね、この青い線出てきました。適切なケアとか支援があれば、なんとかの時期を長く保つことができる。つまり、自立度が高い時間を長くして死ぬ時は同じだということですね。適切なケア支援があれば、より良き時間を長く過ごすことができる。では、ここの何を入れればいいのかということなんですが、ここは軽度 AD の時期を長く保つということです。ですから、ここはですね、初期と書いたら、初期はこういう言い方になりますよね。初期の時期を長く保つ、言葉自体おかしくなります。ですから、軽度 AD という表現が私はいいと思います。ですから、軽度、中等度、高度という言い方を使っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ここからが本題ですけども、1番、認知症疾患の分類と病態の概要です。もともとは地方と言ってました。認知症ですね。江戸時代にから地方とか、明治でも地方、アホ、バカとか言ってます。しかし、2004年、厚生労働省は、地方には部別的な意味合いがあるとして、検討した結果、認知症と変わりました。もうすぐ20年です。で、この地方の地には異常なほど、そして方の方には頭の働きが鈍くなるとありますので、異常なほど頭の働きが鈍くなるというと、部別的な意味合いがあると言ってもおかしくはないと思います。そのために認知症と変えられました。では、認知とは何でしょうか。あまり論じられることがないんですけども、一般的に言う認知ですね。で、これは英語ではコグニション。認知のという時にはコグニティブという言い方になります。で、これは五感情報、目で見たり、耳で聞いたりしたもの、そして、判断、記憶との合わせて判断する。これが認知ということになります。つまり、
これを見て頭の中に記憶があります。匂いもしました。いちごショートだと認知したというのが一般的な認知、コグニションという表現になります。しかし、これはアメリカ精神医学会発行の精神障害の診断と統計の手引きというものですが、DSM-4 においては、この認知、コグニティブディスオーダー、認知の障害に行為、つまり執行とか実行機能とかあります。行為の意を持たせました。つまり、認知は知覚プラス判断だけではなく、これに基づいた行為までが認知、その底には記憶があります。いわゆる一般的な概念とは少し認知症という認知は違うということを頭に入れてください。つまり、いちごショートだと分かっただけが一般的で考える認知。しかしながら、認知症においてはそれを食べるという行為ができたかということまでを含めます。できなかったら認知症という考え方ですね。で、先ほど言いましたように、地方には部別的な意味合いがある。そのために認知症に解消したと2004年に言われましたが、その10年前に認知の障害という認知症を英語で使ってますので、もしかしたら部別的というよりも、この英語の表現に地方を変えたんではないかとも思います。さらに今度2013年ですけども、そうすると DSM-4 から5に変わりました。なぜこの文字がローマ文字からアラビア数字になったかわからないんですけども、これにおいて今度は認知機能が記憶だけでなく、注意、言語、実行機能とかですね、非常に認知の機能というものが広がってきました。つまり、先ほどは認知に行為が加わった以上にもっと広い概念で考えなければいけなくなったということです。これはなぜかというと、病気の初期の状態がこの ABCD はアルツハイマー型認知症、そして E の視覚構成認知がレビン小体型認知症、そして社会的認知が前頭側頭型認知症というふうに、認知症は AD だけではなく DLB、FTD も考えなければいけない時代となって、認知の概念も広がった、変わってきたということです。今これ病気の初期と言いました。これの認知症は病末期には、すべての認知症は寝たきりで嚥下障害になります。ただ、認知症がそこまで進む前に高齢者ですので、他の病気で亡くなるということがかなり多いと思います。で、今言いましたアルツハイマー型認知症 AD ですね。いろんな統計がありますけども、半分以上はこのアルツハイマー型認知症が占めている。そしてレビーと血管性認知症、どっちが2番目か3番目かはっきりしませんが、同じぐらいで2番目3番目というところになります。そしてこの FTD、 これは全体の数パーセント、非常に有名な病気ではありますけども、数的には少ない。あと、その他のいろんなあまりメジャーでない認知症が含まれてきます。大まかな概要はこんな感じです。これは非常に4つの4大認知症と言いますけども、簡単な概念です。今日はAD を中心に述べますけども、こちらの3つについても簡単にお話ししたいと思います。これは AD ですね。代表的な症状。その前に病変は頭頂葉と呼ばれるところが中心に障害されています。代表的な症状としては、物覚えが悪くなる。なぜこのひらがなか。当然皆さんご存知ですね。仏だけではなく、人、医者の者、物と読みますよね。人の覚えも悪くなりますので、これはぜひひらがなで書きましょう。で、時間、曜日、日付がわからなくなる。日常生活での失敗が増える。とりあえずはこれがアルツハイマー型認知症だと思ってください。では、この
時間とか曜日が分からなくなることを何というか、当然ご存知かと思いますが、これを見当識障害と言います。ここではこれぐらいでお話し止めます。そしてレビー小体型認知症 DLB ですけども、病変としては後頭葉、視覚や物を見る脳みそがあるとこです。で、幻視、錯視、最近は錯視が中心ではないかとも言われています。まあ、物を勘違いして見ているということですね。と、動作が鈍くなる、夜中に叫ぶ、まあ、これ大まかな症状です。で、この動作が鈍くなる、ぎこちなくなるという意味ですけども、何病と親戚かというと、パーキンソン病と親戚の病気になります。まあ、これぐらいはとりあえず覚えておきましょう。で、今度、前頭側頭型認知症 FTD と言いますが、順守機能障害、我が道を行く、まあ、人の言うことは聞かないということですね。と、自発性の低下、なんか全く逆のような症状が行ったり来たりすることが病気の初期にはあります。そして食行動の変化、どちらかというと大食いになるということがあります。で、この順守機能障害、これは私が作った言葉ですが、日常のルールをできない、ここに漢字2文字何が入るかということですが、一般の教科書的に載ってるのが脱抑制という言い方になります。しかし、脱抑制と聞くと、まあ、いわゆる体を抑制、縛っているものが終わったというふうにも取る人いると思いますし、何ができなくなったので脱抑制かと考えると、この順守機能が障害されたと考えた方が分かりやすいんではないかと思います。で、これは血管性認知症、脳卒中の後の認知症ですけども、病変書いておりませんが、脳卒中の部位がとりあえず病変、全体的に障害をされてきますが、脳卒中の部位により麻痺、失認、失行、失語等があります。まあ、それらが認知症とこういうものまとめて何というか、これらを高次脳機能障害と言いますが、認知症と高次脳機能障害の合併もありますし、独立した場合もありますので、深く見るほど難しくなってきます。今日はアルツハイマー型認知症を中心にお話ししますので、これぐらいはですね、代表的な症状として覚えておくといいかと思います。先ほど認知機能、知覚判断行為と言いました。まあ、認知機能ですね。これが障害されると認知機能障害という言い方になります。で、今のこの認知機能障害があるからといって、アルツハイマー型認知症ではない。では、ここに何が必要か。やっぱり何とか機能障害なんですね。これが何かというときに、先ほども出したスライドですけども、これらの認知障害が発生して、そしたら認知障害ですね。認知機能障害だけではなく、B、これらにより自立した生活が困難になったら、神経認知障害、まあ、認知症ということです。つまり、ここが日常社会生活機能障害をきたして初めて認知症である。認知機能障害、例えば物忘れがあったとしても、それだけで認知症ではない。生活機能障害があって初めて認知症です。ですから、物忘れのテストをして物忘れがある。あなたは認知症ではない。それで十分に生活ができていれば、ここで止まります。これはあまり言われてないんですけども、認知機能障害の手前にもう一つ、なんとか機能障害というものがあります。これが、まあ、非常に重要です。先ほども出しましたけども、記憶の前に注意が出てきました。つまり、最近になって注意というものが非常に重要視されている。ここに注意機能障害があって、次に認知機能障害が来るということが分かっています。
これはぜひ覚えられたらいいかと思います。ですから逆に言うと、注意機能障害があっても認知機能が障害されてない可能性もあります。これは川平先生の本に書かれてるんですけども、注意はあらゆる精神活動の基盤であるため、注意が障害されると思考や知覚、記憶、言語、行為などに重大な影響を及ぼすと、この私が作りました表の通りのことが書かれています。というか、これらを読んでですね、私はこういう模式図を作りました。これも私が作った表ですけども、健常者の記憶の流れ、見たり聞いたりするものは即時記憶で数十秒で消えていきますが、消滅するか近似記憶になります。どうすればこの数分から数日間保たれる近似記憶になるかというと、注意する、意識する、気にする。歩いていて誰かとすれ違った。気にしなければすぐに忘れます。どこかで見た人だなと考えると、こっちの方にその記憶が保たれる。これらのことを英語の see、hear で考えると分かりやすいと思います。see とは見えた、見えている。hear は聞こえるということですね。これを意識したという英語に変えると watch です。そして listen ですね。見つめる、耳を澄ます。そうすると注意したということですので、消える記憶が近似記憶になるというふうに考えると分かりやすいかと思います。認知症疾患の分類と病態の概要、もちろん一部ですが、以上で終了します。